こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、山口智之です。今日ちょっと雑談しようと思うんですけども、カメラの機材を、ちょっと見直すことに、整理することになりまして、ちょっとね、それで、今ちょっとここにいろいろあるんですけども、ちょっとカメラの買い取りサービスをちょっと利用して、処分をしようかなと思って、今、梱包するところなので、ちょっと梱包しながら雑談しようかなと思います。はい、で数日前にもう梱包材は送っていただいて、マップカメラさんですね。はい、で、ここに詰めていくんですけども、中こんな感じで、中にもこういうエアパッキンがいっぱい入ってるので、これを使いながら詰めていく感じですね。ということで、1個ずつと紹介しながら詰めていきたいと思います。よいしょ、中も取り出して、中でいいかな。はい、まず1個目、これリコーの GXR、 わかりますかね。GR はね、結構有名なので皆さんご存知かもと思うんですけども、これ GXR ってね、こんな感じでここから離れて、こっちにレンズと、こっちにセンサーもついてるんですよ。で、これ今 28mm のセンサー、 GR ユニットと、もう一個、これ 50mm の、これも GR ユニット、 GR ユニット2つあって、 28mm と 50mm、 この2つを今持ってました。一番最初これが、発売が2009年みたいなんですけど、僕買ったのが多分ね2012年だと思うんですよ。で、いろいろね、他にもこう仕事をしてて、ウェブ系の制作の仕事とかしてるんですけど、それのこう撮影もこれでしようかなと思って、それまでに持ってたカメラあったんですけど、それがちょうどね壊れた時に探し出して、でいろいろこうショップでサンプル写真とかね、そういうのを見て、でそれでこう、気に入ったサンプル写真があったんで、これ何ですかっていう話を、店員さんに聞くと、これですよって言って、教えてもらったのがこれで、これもともと僕知らなかったんですよ。僕も GR は知ってたんですけど、 GXR って知らなかったんですけど、ここで初めて知って、そのサンプル写真がすごい気に入ったので、この時の、ね、サンプル写真がね、コーヒー豆をカップに入れて、ちょっとマクロ撮影したような感じの写真だったんですけど、でリコーなら GR は知ってますよみたいな話をしてたら、GR ユニットもあるんですっていう話があったんで、それでもうちょっと気に入ってそれにしちゃったっていう感じなんですけどね。はい、でこれをちょっとこのままだと大きいんで切ってしまいましょうか。よいしょ。あ、旅行よかった。 SD カードが入ったままでした。バッテリーは入ってますね。一つ目、とりあえずこれでくるんでいきながら、
で、これで GR 進めましたね。はい、趣味っぽく使えるカメラ、ね、趣味用にと思って買ったカメラは初めてだったんで、いろんなところに持っていきましたし、一番最初に撮った写真出しておきましょうかね。確かひまわりの写真だったと思うんですけど、これがね、初めて、みんなで、出かけて撮った写真ですね、この GR-GXR で。はい、で当初はね、ユニットもほぼ、持ってましたね。持ってなかったのはマウントユニット。マウントユニットを買うとね、M マウント、ライカの M マウントも使えるようになってて、当時はAPS のセンサーで、すごくボディが小さくて M マウントが使えるって言って結構人気だったんですけどね。はい、ちょっとね、もう他のカメラをいろいろ買ってしまったので、しばらくはカバンに持ち歩いて入れて持ち歩いてたんですけど、ちょっと最近は使わなくなったので、もうだいぶ、電源入れては、切ってみたいなことしかしなくなったので、ちょっと、かわいそうなので、これもちょっと、売却してしまいます。はい、次がですね、これですね、ペンタックスの K3 ですね。GXR の次に一眼レフが欲しくなって、で、買ったのがこれなんですけど、それも、もともとはね、その時ちょうどね、フルサイズが少しこうちょっと手に届きやすく値段がなってきたぐらいの時で、もともとはね、フルサイズを、買いに行ったはずなんです。でフルサイズっていうのは決めてて、キヤノンだったかニコンだったかっていうとか、その辺のこうメーカーのところまでは決めてない状態で、とりあえず行ったんですよ。でまたそのお店の店員さんと喋ってて、で、まあ、確かにボディはそうですけど、やっぱレンズはまだまだ高いですよとか大きいですよみたいな話になってきて、まあ、確かにねっていう話になったんですね。もうこれ1本使っちゃおうかな。でかいね、半分ぐらいか。そうで、それでって言ってもやっぱりレンズでお金かかりますしねみたいな話になって、で APS も良くなってきましたよっていう話になったんですね。でちょうどそれはどうかな、 K3 が出た後だったか出る時だったかちょっと覚えてないな。でもなんかパンフレットだけ持って帰った覚えがあるので、出る直前だったのかな。で、ちょっと考えますっていう話をして、でなんか帰ったんですよ。でよいしょ、でこうねパンフレット見てると、パンフレットにこう載ってる写真で、まあまあね、当然ですけど綺麗じゃないですか。でそういうのを見てて、あこれいいかなやっぱりと思って、そのまあいろいろそれでも他の、カメラとかも調べるんですけどね、調べるんですけど、やっぱり、まあ、値段はね結構するじゃないですか。なので、あじゃあまあ別にプロになる、その時まだねプロになるなんてこと思ってなかったので、まあプロになるわけでもないしって思って、一応じゃあこれにしようと思って、まあその前に使ってたさっきね話をした次いきますけど、これかな、これだな、GXR の GR ユニットと同じ感じで、これ35mm の、単焦点なんですけど、 35mm 単焦点のこれハーフマクロだったと思うんですけど、これがねアルミボディで、これリミテッドレンズって言って、ペンタックスをご存じの方だったら有名なリミテッドっていう、シリーズなんですけど、これね引き出し型のフードがついてて、すごいねこうキャップもこれアルミなんですけど、これすごいね高級感のある小さなコンパクトなこうレンズで、これすごい写りが良くて、こういうのもあるんですよみたいな、これは GR っぽい
ですよねみたいな話になってて、でそれでじゃ これにしようかなっていう決め手になった一つですね、これが使いたくて、まあ、ペンタックスになったっていう感じですね。でまあまあそのレンズの話になると、その後まあちょっといろいろまあ苦労することになるんですけどね結構ねやっぱりキヤノンとかやっぱりこうニコンとかそういうところと違って、その後こうなかなかレンズの本数がね、こう使いたいところの本数、自分が使いたいところのレンズ、まあ多分レンズはね少なくないとは思うんですけど、自分が使いたいところのこう焦点距離のレンズがなかなかなくって、でこうすごいこう苦労することにその後なっちゃったんですけどね。ただでもすごく、すごいこう遊べた楽しめたレンズの一つですね。よいしょ。ちょっとね、軽く掃除はもうしてあるんで、あまり掃除は目立つものがなかったらせずに、まあ、梱包はしてますけども、結構ねやっぱりただ置いとくとほこりかぶっちゃいますしね。よいしょ。はい、4つ目で、まあ、その K3 を買った時についてたキットレンズが、この18-135mm のズームレンズですね。でキットレンズってね、なんかやっぱりあんまり良くないイメージって結構あると思うんですけど、写真のね共有サイトとかがあって、それでこうあんまりねこうどういうのかな、コンテスト系とかってあんまりこう興味がなかったんですけど、そこはその共有しておくと、まあ、その中がからあれどれぐらいなのかな、2週間に1回とか1ヶ月に1回なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、その中の人がピックアップしてくれてっていう、まあ、コンテストなっていうのかどうか分かんないですけど、そういうのがあって、でねそれで初めてね選んでもらった写真がこのキットレンズで撮った写真だったんですけど、出しておきましょうか、この写真ですね。はい、ちょうど今季節で、先週かな、先週先祭りありましたけども、この写真が、ピックアップされた写真ですね。はい、で、5つ目、次が、次これにしようかな。次が、これもペンタックスの、55mm から 300mm の、これズームレンズ、ズームのレンズですね。これ望遠レンズですね。これ面白くて、面白くてというか、まあ、多分ね、設計が古いんだと思うんですけど、こうピント合わすのに、前玉が繰り出すんですよ。だからどうだっていう話なんで、まあ、設計が古いんだと思うんですけどね。はい、で、K3 をね、買うことになってすぐに、ちょっと舞台というのかな、ちょっと撮るものができまして、ちょっと、これでちょっとね、望遠が欲しいなって話になって、その時、パッと買えたのがこれだったんで、これを買ったっていう感じなんですけども、それからね、結構、その後になるんですけど、イベント撮影とかに、呼んでいただけるようになって、結構、使ったレンズですね、これも。印象としては、まあ、使い
やすい、サイズ感とかは当然使いやすいんですけど、やっぱりちょっとね暗めなので、やっぱりイベント撮影とかってなると会場も暗いんで、あんまりね、おすすめっていう感じではないですけど、でもまあサイズ感とかも合わせて考えると、そうその、使いにくいカメラ、使いにくいレンズではないですかね。これもよく持ってきてましたね。はい、これで6つ目、7つ目、次はね、K マウントなんですけど、シグマの、10-20 の、はい、3.5 透視、F3.5 透視の超広角レンズですね。APS なんで15から、30になりますかね。で、これが、景色撮りが多かったので、結構、これで一旦こっちの包むのは終わっちゃったかな。こっちも開けてしまおうか。景色の撮影が多かったんで、広角欲しいなと思って、で、広角でかつ、広角っていうか、超広角でかつその明るいレンズね、比較的明るめのレンズがいいなと思って、で、これ何のきっかけだったか分かんないんですけど、シグマってもともとなんか写りが好きで、で、シグマレンズ欲しいなと思っていろいろこう探してたのが、ちょうどこの時タイミングよくこれを買ったっていう感じなんですけども、よいしょ。はい、でね、今ちょっとね、ライセンスがあるわけじゃないんで、プロってどこからがプロなのかはっきりよくわかんないですけど、プロって、言わせてもらって、多少ね仕事もいただいてて、活動をねしてるんですけど、プロになるきっかけを作ってくれたレンズですね、これが。結構ね、いろんなところで使ってる写真なんで、今までに動画とか見ていただいた方だったりとか、ウェブサイトとかね、あと、SNS とか見ていただいている方とかには、ひょっとしたら、定番の僕の写真の一つになっているかもしれないんですけど、大阪の堺市にある、旧堺灯台っていう木造のね、灯台があるんですけど、それを撮った写真がありまして、でそれをね、見た古い知り合いが、ちょっと写真をお願いしたいっていう連絡をしてきたんですね。で、実はね、その、知り合いは、実家の方の地元の、中高だったかな、中高が、同じ学校の知り合いなんですよ。で、Facebook でね、見つけてくれて、それを見つけてくれたのはもっともっと前なんですけど、知り合い、Facebook でね、友達申請があったんですよ。で、知ってる子だったんで、普通に承認していろいろメッセージでやり取りをしてると、カメラマンしてるのみたいな話になって、カメラマンっていうか、その仕事じゃないけどね、趣味で撮ってるだけですよみたいな話をしたんですけど、それから数年経って、その灯台の写真をまた見た同じその子が、またね、同じ感じで、カメラマンだったよねみたいな
連絡をしてきて、ですごいいい写真でとか言って、これ家族で見てたら気に入ったんで、この写真をお願いしたいっていう話になったんですよ。でちょうどその時に、それまでいろいろイベントとか、呼んでいただけるようになって、写真撮影 でちょっとね、悩みかけてたんですよね。その写真撮影をこれからどういうふうにして、依頼してもらおうというか、そのどういうふうに依頼された時にどう対応していこうかってちょっと悩んでた時期だったんで、じゃあ思い切ってもう、後押ししてくれる人も結構いたんでね、もうプロになればみたいな話はずっとされてたんで、じゃあプロになろうかなっていう話をしてた、ちょうどその時だったんで、もうどういう今状況なんで、仕事として聞いても大丈夫って話をすると、全然そのつもりでっていう話、そのつもりでお願いしてるんでっていう話になって、すごいね、いい巡り合わせで、お仕事をスタートを切ろうかどうしようかと思ってる時に、いきなり仕事が入ってきたみたいな感じだったんですけど、という感じの、すごく僕が今カメラ写真を続けているところの、きっかけになっているレンズの一つですね。すごくね、写りがよくって、安い割には写りがよくって気に入ってますね。はい、ちょっとだいぶ溜まってきたので一旦梱包してしまいましょうかね。ちょっとこのくらいかな、手で切れるようになってますね。よいしょ。でまず大きいのから、ケース3でしょ。で長いからこの辺りで、どうしようかな、もう一個よしこうしようか、でも最後ですね。これ最後、ペンタックスの、これはね、フルサイズ対応というか、これ多分あれですよね、フィルム時代からあるリミテッドレンズの感じで FA になってるんで、フルサイズ対応だと思うんですけど、77mm の単焦点ですね。これもリミテッドレンズで、同じようにね、金属のフードが出るようになっていて、キャップもこれもアルミなんですけど、これはね、すごくペンタックス使われる方だったら皆さんお持ちな、レンズなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、さっきちょっと言ってましたけど、ちょっとね、そのレンズ選びっていうか、そのあたりですごい苦労するようになってきたんですよ。でそれでちょっとイベント撮影でね、それはね、大きな会場じゃなくて、店舗がね、ショッピングセンターみたいな店舗のところで、いろいろ写真撮影をする、お仕事っていうか、そういう、撮影が
何回かあったんです、あった時があったんですね、2年ぐらい前かな。でその時にちょっとね35ミリだと、まあ、換算50ミリ強でしょ。でちょっとねなかなか遠いんですよ。遠いというかそのちょっと広角すぎるんですよ。でそのさっき持ってたズームレンズの55ミリから300ミリだとちょっとねその人をクローズアップしながら撮るのに、なんとなく写りが自分の中で良くなかったんですよね。なのでどうしようかな、もう一個ね単焦点の35ミリあったんですけど、それはねちょっと、シグマのアートレンズなんでちょっと後で、マウントチェンジ、マウント交換をしてもらおうかなと思ってるんですけど、それもあったんですけどね、なかなかね、その、ちょっと50ミリ、ね、その換算50ミリだとちょっと遠いなっていう感じで、しかも、55ミリ、300ミリのさっきのレンズだとちょっとなんか明るさがね、もうちょっといまいちで、もうちょっと欲しいなみたいな、まあ、ボケの稼ぎたい時もあったりとかしたので、なのでちょっとね、どうしようかなっていう感じになってしまって、でいろいろこう焦点圏のこととか考えた時に、あこれいいかなと思ったのがその 77mm の単焦点だったんですよ。なかなか難しいですね。よいしょ、はい、これでスベル落ちると嫌だな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。ね。なので、これをちょっと買ってみようかなと思って、使ってみたんですけど、これは結構ね、やっぱり、すごくこう、目玉というか、いいレンズっていう風に、言われ続けてるレンズの一つですもんね。なんですごくやっぱり使いやすかったですね。で本当はちょっと残しときたかった気持ちもあっていろいろ調べたんですけど、まあEマウントとかそういうものに変換するとどうしてもこうオートフォーカスのその、モーターのその、関係で、マニュアルでしか使えないらしいんですね。まあなんかすごくいろいろこう使うとなんとかなるって言ってる人も中にはいるんですけど、まあ、そこまでするんだったら他のレンズでもまあ一旦いいかなっていうこともあったので、一旦ちょっとこれはまあ多分また置いとくだけになっちゃうだろうと思って。ちょっとまあ一旦手放すことに、しました。はい、ちょっとまだあとねこんな感じでバッテリーとかバッテリーのこう充電器とかこういうのがありますけど、一旦こんな感じで終わりですかね。はい、ちょっと見せられるかな。よいしょ。あ、ちょっと寄っちゃう。こんな感じだったりとかになってます。これでこう間にね余ってるエアパッキンを詰めていくんですよね。プチプチとかね。はい。
はい、はい、こんな感じでとりあえず、買い取りサービスを利用して、ちょっと処分をしてみようと思います。はい、よいしょ。ちょっとね、どんどん新しいカメラも出てきますし、ね、その使わないカメラ、ね、ちょっとやっぱり男性に多いと思うんですけど、収集癖というかね、たくさん持ってるとなんとなく安心するっていうことは僕もあるんですけど、どうしてもね、置いとくだけになるとやっぱもったいないしかわいそうなんでね、この機会にいいと思って、処分思い切ってね、またまあ欲しくなって巡り合わせがあったら、また買うかもしれないですけども、はい、ということで、あとはもうこれをこんな感じで、よいしょ、こういう感じで全部いけるな。これと、まあ、ケーブル類ですね、充電器もね、はい、この辺りで全部入りましたね。なんとかよかった、2つ頼んでてよかった、ちょうどね。はい、ということで、この辺りで雑談終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。